焼夷弾の雨に焼かれて佐々木光青森空襲が私が二十歳の時でしたその頃は国鉄の職員として戦争が激しくなってきていましたが仕事には毎日のように出勤しなければなりません仕事の内容は物品会計管理で物品関係の帳簿を記帳するのが主な仕事でした空襲のその日も いつものように仕事を終えて家に帰りました。当時は浅市町に住んでおり、私の家は田んぼのすぐ近くにありました。家族は親子3人で、お、OK、け職人の父と母と私の3人です。青森にも空襲があるのではないかという話はよく耳にしましたが、国鉄に勤めていたのと、 一度死死ぬのなららここで死ねばいいいだろうというと気持ちから疎開し,ませんでし,たしかし母はやはり命が惜しいと見えて青森市近郊の親戚によく行っていました空襲の日も母は疎開して青森を離れていたため難を避けることができましたが父と私は青森の実家にいたのです 昭和20年7月28日午後9時ごろ、空襲警報が鳴りやがて B29 が空襲を始めました私の家は町の外れにあったためいずれはこの空襲は収まるだろうという気持ちでいましたしかし町の方は真っ赤な炎ですやがてどんどん近くの家に火の手が上がっていきます父が私に 逃げろ逃げろと叫ぶので、私は無我夢中で母のいる荒川の方に向かって逃げました。父は逃げずに家を守るつもりのようでした。逃げる途中頭上に焼夷弾の雨が降ってきて、王林焼夷弾の炎が体の至るところにつきました。いくら手で叩いて消そうとしてもなかなか消えるものではありません。またその炎とともに、 ものすごい煙が私の喉や目を塞ぎます煙で呼吸することもできず一時はこのままここで死ぬんだろうかと意識も朦朧となりながらもともかく無我夢中でやっと逃げ延びることができました母のいる荒川の財に向かいましたが着く前に夜が明けましたそこで見たのは荒川の川の中に布団をかぶったまま 動けないでいる人や焼夷弾でけどやけ我をしてうずくまっている人たちでした私はこんな傷ついた人たちをまともに見ることができずなるべく見ないように歩きましたしかし今でのその光景は鮮明に思い出されますすっかり夜が明けてしまうと母は疎開しているから大丈夫だと思い 今度は家に一人残してきた父が心配になり、荒川の手前から引き返して朝市町の実家に帰りました。こんなことに私の家の三軒前までは全部焼けてしまっていましたが、我が家は残っていました。また父も無事でした。空襲で青森市はほとんど焼失し、多数の死者が出たのを知って、我が家と 家族全員が無事であったことは今にして思えば全く幸運としか言いようがありません悪夢のような一位は終わりましたが仕事に休みはありませんでした空襲後も国鉄の仕事は続けられましたがあれ以来 B29 は姿を見せなくなり代わりにまたグラマン機が通行人などを狙って機銃を撃ったり 焼け残ったたた建物を爆撃したりしましりま私の職場は現在の鉄道病院のある付近にありましたがそこも空襲からは逃れてその一帯は残っていましたある日仕事をしていると急に空襲警報が鳴り慌てて防空壕に駆け込みましたが一番最後になってしまいそのまま入ればよいものを低空飛行で飛んでくるグラマンを見ると 操縦士の顔がははっきりり見えるではありませんかすぐに防空壕の戸を閉めたものの付近に爆弾が落ち「オカーンという音と爆風によって気を失ってしまいましたしばらくして友達の声で目が覚めました防空壕を出ると近くが燃えていました後の話ですとグラマン機は連絡船を狙ったのですが爆弾がそれたのという話も聞きました まさに命拾いをした日でしたが数日後にはまたグラマンキに狙われたのですその時も職場にいて隣の倉庫に行って帳簿を合わせるで帰る途中でした帳簿を持って線路の枕木を歩いているとグラマンキが飛んできましたその場に伏せたものの日中でもありまた当時の制服は コーンの上着に白のワイシャツという目立つ姿のため、格好の標的になったようでした。頭の上をグラマン機が機銃を発射して通り過ぎました。その機銃の跡が私の伏せたマキロニの両隣にくっきりと残っていたのです。私は戦争で3回も命拾いをしました。B29 の空襲と2回のグラマン機の攻撃です。 33年も経った今日他の記憶の薄れていくのはどうしようもありませんが戦争による死への恐怖だけは生涯忘れることができません、えー、以上が青森空襲当時二十歳で、えー、青森の国鉄の職員として、えー、物品の会計管理をの事務をしていた佐々木光さんの 焼夷弾の雨に焼かれてという青森空襲体験記の一文でした。えー、当時は青森市朝日町に住んでおり、えー、田んぼのすぐ近くということで、青森空襲の時もですね、すぐお父さんが逃げろということで、えー、事前にお母さんが荒川の方に疎開、えー、してたので、その方に向かって、えー、逃げてということで、まあただ、 えー、逃げる途中で、えー、焼夷弾の雨が降ってきて、王林焼夷弾の炎は、えー、体の至るところについたということで、えー、いくら叩いても、なかなか消えるものではありませんというふうなあ記述がありますね。まあ、きっとついたんですから、やけどはしてるんじゃないですかね。まあ、それでも命は助かって、えー、残ったお父さんもですね、あえでって、まあ、 ご実家の方もちょうど北から、えー、3軒、えー、手前の辺りで、えー、焼けるのは止まってて、まあ、偶然実家の方も焼け残ったということでこれは本当に良かったのだろうと思いますその後国鉄の仕事は続いてその後グラマンキの機の爆機重奏者にですねなんと2回も襲われて 命拾いいいいををしたというその体験記を書いていますね本当に2回目の時は、えー、線路の真っ暗きの後に自分を狙ったその機銃装者の跡がね両側にくっきりということで本当に、えー、そのちょうど機銃装者の間に自分がいて助かったということですね。本当に 何戦後何十年経ってもこういう、ま、体験すると戦争による死への恐怖のということは一生忘れられないということでしたね。えー、今日も最後までご静聴くださりありがとうございました。さようなら。